一種流、貴彦神社一種流、貴彦神社は、石川県鹿島郡中野都町のイスルギ山山町に、ある神社である。伊キヒ彦神社とも表記される。野登国二宮である。一種流、貴彦古神、白山姫神を祀る。このうち、主神の一種流、貴彦古神は、公開前、泉登六録などに登場する日本神話の神で、また御社権言と称される。 イスルギゴンゲンともされる。イスルギの名は、はるか昔、イスルギ山に空から流星が落ちて、石となり、この地に止まったという伝説に由来する。その石は明道主神を表したのだという。イシュリュー、キキコ神社は、石の明道を沈め、その石を神として祀るべく創建されたと伝わる。明治期以降の国家神道の下で、ゴンゲンの名称は否定されており、現在は、イシュリュー、 キヒフルガミまたは、イスルギビコと呼ばれている。愛い、とノガミとして、白山姫神が祀られている。なお、イスルギビコと白山姫神は、イザナギイザナミとしても扱われている。かつての本事物は、国造菩薩、十一面観音であった。かつては、白山と並ぶ北陸地方を中心として広い、地域からの尊敬を集める一大霊山であった。創建は、 養老元年白山を開いた隊長により解散したと言われている。演技式に記載された式内者の一つである。自称4年に藤原家通が参拝し、以降直眼寺として保護され、尊敬を受ける。神仏集合の形態であり、伊種流紀子神社は、神言修寺院の伊剱山天平寺を称していた。天平寺は陰謀364。 首都約三千人の規模を誇った。中世以降、しばしば焼き打ちにあっては再建されている。南北朝時代には、足利高氏の軍に焼き打ちにされた後、略王4年に高氏の手で再建され、能登国守護の畑山氏により保護される。天正十年、1582年、上杉謙信守護に、七尾に攻め込んだ、前田利家に率いられた、織田軍と、 植杉方についた畑山軍との合戦に巻き込まれ、前山焼き打ちに相またもや消失、翌天正十一年、1583年に直命により、豊臣秀吉の手で再興されている。現存する本殿は、上皇二年に加賀藩主、前田利筆により建てられたものであり、建立当時は大宮と呼ばれていた。明治五年、神仏分離令が交付。 自合を廃止号車に列する。その際、廃物希釈が行われ、イスルギ山前山にわたって、ガラン、陰謀が破壊され、寺としての痕跡は徹底的に破却された。その後、わずかに残された大宮を、神輿道の場所に移設して、それぞれ本殿、廃殿とした。富山県伊水市の北条通八万宮では、江戸時代より、高岡市の二条伊水神社では、 明治期に休止となり、昭和31年より復活し、現在も行われている。全国的にも珍しい古代信仰の形態である、月山行事が行われているが、ここい主流、貴彦神社でも、明治期まで行われていた。なお三箇所の主神の見た目から、北条津の足なし、二条山の手なし、イスルギさ山の口なしと言われてきた。現在、 地元自治体の手によって発掘調査が継続的に行われており、当時の全貌の解明が進められている。さらに、大宮坊が復元されるなど、史跡公園としての整備を行っている。その他、明治期に破壊された天平寺仮覧の礎石や石仏、石碑などが点在して残っている。現存する建造物は本殿、拝殿のほかに行者堂、宝蔵、 他にも、石川県内の各地に移設された道具が存在する。ありがとうございます。